ャパンブリーディングファームカップクラシックということでですね、やっていきたいと思います。秘密結社フェアム総帥ハッチでございます。まあ、今回大井のメイン G1 ダート 2000m、JBC クラシックということで、まあ、今回ね、まあ、ブリーダーズカップの方にも日本馬が大挙して押し寄せていて、まあ、それはそうよねと、まあ、ここ20年の傾向で言えば、まあ、実はね、ヨーロッパもアメリカも競走馬の生産投資っていうのがガタ落ちしていて、その中でね、まあ、不況ながらも現状維持やや右肩下がりからの、まあ、馬娘ブームとかもあって、まあ、ここでね、一気にこう生産投資を戻してきた。どちらかといえば生産投資が増加傾向にある世界では一番競馬が盛んなエリアの中でね、あの唯一と言ってもいいぐらい、まあ、もちろん競馬が盛んでなかったエリアでまあ増えつつあるみたいなところはあるんだけれども、元がね、競馬が盛んで、なおかつね、競走馬の生産が増えてるって言ったら日本ぐらいのもの。まあ、となってくると、ヨーロッパの、上位、アメリカの上位で、こう、思うほど繁殖牝馬としての評価が高くなかったみたいな馬がね、大挙して日本に来ていて、生産レベルが上がってる国って言ったら、今や日本ぐらいのもの、トップレベルで言えば、トップグラブ。そういう中でね、日本馬がどんだけ通用するかこうっていうね、JBC と BC の関係がありつつ、まあ、なんか、まあ、とはいえね、こんな話しちゃったけれども、まあ、ブリーダーズカップの方もね、全部予想は上げてくるんだけれども、まあ、JBC の方も、ブリーダーズカップの方もということでね、見ていくと、まあ、今回ね、ちょっとまあ、こんな感じで行ってみたら面白いことが起こるんじゃないか。まあ、軸は5番のウィルソン・テソーロ。ブリーダーズカップをで人気している牛馬テソーロと同馬主ってことでね、ブリーダーズカップと JBC とね、同じ馬主さんの馬がね、両方勝ったりしたら面白いなみたいな話ですね。まあ、前走の時計面だけ評価すれば、まあ、上位2頭の、ね、人気馬と匹敵するところでもありますし、まあ、強い4歳世代の上り馬。ってことで考えると今後も期待が持てるんじゃないかということで軸でいきたいなというふうに思っている次第でございます。まあ、ここでね、もしウィルソンテソーロとウシバテソーロ両方勝てば、まあ、史上初の JBC と BC のね、あの同じ馬主が、クラシック両制覇、同じ年に、ね、成立させたあたり、まあ、フサイチコンコルドとフサイチペガサス、日米両方のダービーを勝った不採地を超えてきそうな、ね、逸材。まあ、テソーロのね、おっさんのパワハラ具合といえば、まあ、不採地のおっちゃんをね、上回りそうな噂はね、5万と聞くというあたりも、ね、踏まえてね、日米両制覇にはふさわしいキャラクターじゃないかということで、軸でいきたいと思います。まあ、そして2番のノットゥルノ、武豊負傷で、まあ、地元の名手、森タイトへ。まあ、去年ね、東京大賞典でも2着に来ているように、まあ、この大井競馬場のダート2000というのは得意とする舞台、まあ、休み明けを、ね、一つ与えてここを目標に仕上げてきたということで入れておこうと思います。そして3番の帝王ゲイン、まあ、去年の覇者でドバイワールドカップ4着、まあ、この馬が勝つようだとドバイワールドカップの勝ち馬が勝つブリーダーズカップと比べて、まあ、言うてレベル低いよねってなってしまうんでね、まあ、そこは今までの評価で、まあ、休み明けですからね、まあ、目標は次でしょうと、まあ、年末のこの同じ舞台というあたり目標ということで紐にしておきたいと思います。そして7番の名勝ハリオも、まあ、G1 連勝中ですが、これも休み明けですからね、まあ、この2頭が休み明け、ウィルソン・テソードの前走が評価高いってことでね、休み明け2戦目のウィルソン・テソードの方を上位に見るというような考え方でいきたいと思います。そして5番のキングズ・ソード、オープン連勝の勢いで、ね、モレイラを確保してきました。まあ、川田優雅がアメリカのブリーダーズカップに乗ってて、ジョアン・モレイラが JBC の方に乗ってるっていうね、世界戦もなかなかあれなんですけどもね、まあこんな感じで、まあ入れておいてね、こんな感じでやってみたいと思います。というわけでね、今週はね、全重賞メインチャンネル、フーガム TV の方は天皇賞の振り返り、まあ、こちらのチャンネルで、まあ全重賞やっていくんでね、合わせてチャンネル登録等よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。